はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、眠れりゃ組んできたんでご紹介していこうと思っております。眠れりゃね、結構なんかコメント欄で早くしてくださいみたいなコメント結構多くて、まああれでしょね、皆さん結構好きなの方多いんですかね。はい、ロイヤルフォー出ました、あざす。この夢見る眠れりゃっていうモンスター、これ何をするかという話なんですけども、かなり豪快な効果を持っていまして、ちょっと一回文字読めないからちょっと俺消すね。これね、どういう効果を持っているかっていうと、ペンディラム効果は、デッキ墓地から眠れりゃ永続魔法カード1枚を選んで自分のフィールド上に表側表示を置くという効果で、この効果発動するターンはこれ眠れりゃ出せないよっていう効果ですね。で、エクストラデッキにこいつがいて、自分のエクストラデッキがこれだけの場合、自分は夢見る眠れりゃを特殊召喚できますっていう効果があって、で特殊召喚すると何が起きるかっていうと、裏側表示で除外されている自分のカード3枚につき1枚まで相手のフィールド墓地のカードを選んで除外すると。で除外した数だけ裏側表示のカードを戻すっていう効果があって、要は裏側表示のカードをめちゃくちゃ増やすと、自分がね、裏側表示のカードをめちゃくちゃ増やすと相手のカードをめっちゃ除外できる化け物が爆誕するってことなんですよ。でこれをするのにはエクストラデッキを0枚にこいつ以外のカード0枚にしなければならない。まあこれだけにする必要があるんです。これがね結構難しいんですね。ということで、まあ、今日はねどうやってやっていくかっていう話なんですけども、エクストラデッキをコストにして使うようなカード、例えば、まあ、天帝の使徒ですね。今回は入ってるのは天帝の使徒、これとか、あと規定場内にレベイユっていうモンスターもいるんですけど、このレベイユとかこの辺を使って、そのエクストラデッキをどんどんコストとして墓地に送ったり除外したりしていきます。そうすると除外カードがどん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 溜まっていくんで、まあこの夢見る眠れりゃの効果を起動することができるというところですね。でね、眠れりゃのギミックは正直ね、その相手のなんかそのカードをめちゃくちゃいっぱい妨害できるとかいうテーマではあんまないんですよね。一応自前で用意できる妨害は、今回ちょっとレペッテっていうカード入ってるんですけど、レペッテっていうこのカード、これこのレベイユっていうモンスターでね、置けるんですけども、トラップカードで1枚2枚3枚裏側表示で自分のエクストラデッキを除外するとそれぞれ効果発動できて、この3枚の効果、これがよく使うんですけど、レベル10獣族モンスター墓地を送って表側表示のモンスターの効果を全部無効にするよっていう相手のフィールド上のね、これが一応妨害として成立しているというと。あと、関連カードのところにあると思うんだけど、このルーブっていうね、このカードが、デッキから眠れりゃモンスター特殊召喚できるんですけど、特殊召喚したときにね、このね、レアリゼっていうね、モンスターがね、一応相手のフィールド上モンスターの裏側を守備にできたりとかいう効果があるんで、これも一応妨害になると。ただね、このレアリゼがね、定位取得でサーチがしにくくって、デッキから出してくるようになっちゃうんで、ルーブでね。だからちょっとこのギミック、ちょっと枠の都合もあって、今回は僕は入ってなくて、このレペッテ、とあとこのデッキってほんと召喚権使わんで展開できるんですよ。なんで、まあ、勇者とあとここですね、まあ、ドラグマの、ギミックを入れました。ドラグマのギミック入れておくと、例えばグランギニョルとかからなんかそのマロンを墓地落として妨害したり、あと、マクシムスで、アップキャノンとか落としてシャドールのームーブをしたり、まあ、そういう動きが一応できるんでね。なんで、まあ、そういうことをしていければいいかなと思って、入ってます。はい。いろいろね、相性いいカードは結構大事だとかとも結構相性が良かったりとか、あとグラットンとかとも相性が良かったりするんだけど、まあ、やっぱバランスよく、先行を取って戦えるようにするにはね、なんかちょっとある程度妨害を用意しないといけないなと思ったんで、こんな感じになってるっていうところですね。はい。結構テクニカルなテーマなんで、気に入ったらぜひね、使ってみてください。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。なるほどですね。イリガルちゃん来てるのは結構、あれですね、すびきはまあまあ嬉しいですね、これね。ドロックバックとイリガルちゃん、まあ、勇者のギミックに触れてる場合は、すびき結構嬉しいんでね。はい。ドリームストリーミア、発動。夢見る眠れりゃを回収。ドロールは計らうつつない。夢見る眠れりゃをペンドラムスケールにセッティング。夢見る眠れりゃのペンディアラム効果。このカードを、エクストラ的に加えながら永続魔法を置く。眠れりゃの蜃気楼を発動。そして、眠れりゃの蜃気楼の効果を発動。エクストラデッキのカードを2枚裏側で除外し、なんだっけ、獣族レベル10モンスターをサーチングすることができるぜ。まあ、これはいかない、いらねえかも、この辺は。シャドールすることない気がするんだもん。はい。で、2枚の獣族レベル10モンスターをサーチ。
これ強いですよね、マジで。これマジでね強いんですよ。これねイカれた性能をしております。はい。でオレイ、まあクエットの方がいいか、対戦だな、対戦クエットの方がいい。これでなんかチェーン的に増重なき厚ですよね、だと思いました。まあうららかな、うらはかーな、あーいやうらら、あこれ あれかあれやべえ、ちょガンマ組むわ普通に、間違えた、あぶれ、ごめん、これでもはからかの方がいいね。ちょっと待って、運命の旅路、ちょやること多いのこれ、このデッキなんかしょ、いろいろ組み合わせたらやることが多いぞ。で、眠れりやクエット特殊召喚してサーチ入れる、サーチ先か、サーチ先入れて、あれか、まあ、でもこれしかねえか、でも結局これ持ってきてこれ捨てるしかあんま関係ねえか。で、水使い、持ってきて水使い捨てる、どっちでも同じもんね、これね。でこうして、で水使いの効果発動して除外して、アラメシアの木持ってきて、でアラメシアの木発動、久しぶりに勇者ギミックも使ってますけどね、なかなか使う機会最近なかったんで。で運命の旅路効果発動、ドラコバックを手札に加え、でレベイユ特殊召喚、3倍なんでもいいんですけど、使わなそうなやつなんだろうなと、使わなそうな3枚を除外します。そうやな、もうシャドルギミックやねえ、これもシャドルギミックやねえや、これからこれか、はい。でこれでレベイユ出す、でレベイユ効果、手札フィールドから、獣族送って、トラップカードをセッティング OK で、イリーガルナイト特殊召喚で、セット、まあ、これでエンドですね。これで耐えるしかないですね。これだからあれだよね、妨害的にはイリガルとトラップオンリー、あーまあはからまるか、一応これちょっと微妙やな、改ま、はい、先玉 OK、 なんだろう、エクソシスターか残機かその辺だな、あ軍艦か、軍艦ではねえか、アルミラージ、はい、なあ、サイバーだな多分、あー強いよ強いよそれ、強いよそれ、強くないそれ、いやーマジか、うぜー、パラエクうぜー、いやまあでもこれ一回全部スルーするしかいいんじゃない、さすがにな、いやまあ無理だね、まあ無理だね、普通にこれ向こうで向こう打つわけないか、いかないからね、まあ非常に慎重に打つしかないね、これね、このトラップであの向こうにするカードあの1回使ったらおしまいだからね、その代わりフィールドの全モンスター無効にできるから、あいや強えな、マジで強え、展開力がえげつねえぜ、ダラニングベルシアン、はい、ダラニングベルシアンの効果起動、残機カード1枚サーチングは、これさすがに止めざるを得ないよな、これ止めなくてどこ止めんねんみたいな話だから、これ止めるわ。で眠れりやを送り、眠れりやっていうかレベル10獣族と、エクストラデッキのカードを3枚墓地に送りながら、いやーまあもうこの辺使わなそうですね、はい、で送りながら、表側の、モンスターの方が全部無効にしますというのがありまして、これはねかなり強いんですよね、この効果は。ただこっから動いていくんだよなあいつら、まだサーキュラー使ってないのマジでやばい、こっから俺サーキュラーってやったら怒るよさすがに、これさすがに、さすがに通報する、さすがに大パンして通報して、あサブトラ、まあサーキュラーはなすの気がするな、これじゃあそれはいいです、はい、
打点下げながら出てくる特殊召喚。いやただリンク4分稼がれてんだこれ。いやこっからどうなるんだこのデッキ、わかんねえな。リンク、あ、リンクデコーダー、はい、リンクデコーディング、リンクデコーディング、トランス、まあ多分トランスとか、まあ多分あの明治あたりまではいくでしょうね。はい、まあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう。これ、いや我慢しろ、一旦我慢しろ。で明治効果いいだろう。で明治使わせた、これは一回でも墓穴ぶち込んだらいいセットなんだこれ、あのトランスの蘇生に。分かったわ、これこれひらめきました、トランスコード多分これいくじゃないですか、多分リンクデコーダーと明治でトランスコードって言ってくる。でもトランスコードの対象体制うざいな、ちょっとトランスコードの対象体制だけマジでどうにかしたいな。アップデート邪魔か、なるほど、アップデーティング邪魔、アップデーティング邪魔からのこれはトランス出てきて、トランス、これバウンスじゃね、トランス出てきた、いやここバウンスだろもう、いやこれバウンスやろ、つまりここバウンスだろ、こうだろ、ここ、ここで、どこでもいいな、どこでこれ、ここだ、これで多分だいぶリンク値減ったろ、だいぶリンク値減ったはずだこれで、いやまだあんの、やばすぎでしょそのデッキ、ちょ手数多すぎやて、手数多すぎやて、こいつおかしいだろ、やばいこと起きた。さすがにこれワンチャンもう一回トランス、まあいいオッケーいいだろ、オッケーいいだろ、いいだろ。対象はシュッシュッ、これでここ、いやこれは止まった、多分さすがにこれは止まった、さすがに多分、いやこれあれだ、ドラッグバックつけといたかったな、ドラッグバックつけといたら戦闘破壊体制もついたのこれ、まあ結果論だけど、いやバトルベースがオッケーいいだろ、あーまあ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 、オッケーオッケー、まあそれはしょうがないな。セットセットカード、なるほどね、まあ超怪獣だとしても大丈夫か、天帝の人強いな、天帝の人強いぞ、もう生き物を破壊しまくった方がいいんじゃねえかなこれ。まあ、とりあえず天帝の人発動します。でヌトス砲かましに行くよりも、ヌトス砲かまして、今あと何だ、今1234、まあこれはさすがにでもマクシムスドラグマの方がいいか、マクシムスドラグマからヌトス砲効果でトランスコード破壊する、よしで、マクシムス出すヌトス砲を除外して特殊、エクストラ削っていくのはねなかなか優秀ですからね、はい、非常に。でマクシムスドラグマの効果、ガルーラ&ルルワリビス置きましょう。で何送った、アグリゲーターと、ディセブルか、ディセブルもリンク4以上だもんな、リンク4以上、え、なんかえメレオロジックって、あれ、あやべえ、メレオロジックそうじゃん、墓地食ったらやばいじゃん、あうざ、いやまあでも眠れの新キャラは今かもう使えなかったら大丈夫だ、あんま関係なかった、眠れの新キャラは今関係なかったから、眠れりはレペって発動します。これ回収でいいんじゃね、これ回収だな、眠れリアカード回収、1枚落とします、まあもうこれいらないか。でそうですね、まあこれはクエットじゃないと意味なくて、でレベイユ効果と
レベユ効果3枚除外する。来た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 、いけるぞ、いける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 、来た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 。で、ちょっと待って、クエット特殊召喚、やべ、残り時間がない、残り時間がないぞ。ちょ、やべやべ、ちょっと待って、旅路発動して、ドラッグバッグ持ってきて、グルフライダー持ってきて、で、抹殺の指名者を、落として、でバトルフェイス入るしかないか。あ、そうか、これエクストラデッキから出せないのか、やべ、ミスった。これ天帝露出の、制約忘れてた。まあ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 、でもさすがに大丈夫やろ、さすがに大丈夫やろ。エンドフェイズ、これ次のターンだったらあれか、眠れる、いやこれ意味ねえな、これエクレシアだな、エクレシア特集、エクレシア効果発動で、これフルルドリス、オッケー。だから次のターンかませます、次のターン。ちょっと今なんぼできです、ごめんなさい、計算ミスりました、計算ミスったっていうか、天帝露出の、制約忘れてました、すいません。いや、じゃあ天帝露出なんで、ドラグマのマクシムスだ、マクシムスドラグマの制約忘れてました、すいません。あなたは、はい、あなたもいいでしょう、了解です、了解です。さあ、来たわ、いいでしょう。ダランベルシア行ってきても、まあ、もし今入ってても、あ、バグーっすか、キモ。いや、大丈夫、俺たちにはフルドレス姉さんがついてる、大丈夫、大丈夫、いけるいける、バグーすか、向こうにいる、ドロ。でフルドレス姉さん特殊召喚しましょう。フルドレス姉さんはちょっと手札のね、効果で相手のフィールドのモンスター無効にするって効果なんで、これバグースカに結構優秀なんですよね。バグースカに対する回答、これ非常に強力。よし、でいけ、夢見るネミリエラ特殊召喚効果発動、裏側表示で除外されているカード3枚につき1枚相手のカード除外することができるぜ。うおー、つえー、なんでもいいか、この部屋、これ全部除外したろ、おい、ジャンケンはいいか、くらえ、うおー、どりゃー、つえー、最強。そして除外した数だけ、裏側表示のカードをデッキに戻すという効果、まあなんかちょっとこの辺で戻しとくか、わかんねえけど、まあなんか何でもいいけど、これで戻しとくか、はい、はい、きたー。いや、これちょっとごめんなさい、初めて、人生初めて、夢見る眠れリアの効果を使いました、私、はい、いや、これ今感動しております、マスターデュエルで初めて、夢見る眠れリアの効果を使って、まず感動します。おいしおし、バトライズ、いやー、結構苦労したなー、かなりテクニカルだわ、このデッキ、好きな人はめちゃくちゃ好きそうなデッキだね、これね。いやー、ドラグマ引きすぎ、ドラグマ引きすぎ、お前俺たちのこと好きすぎだろ。夢見る眠りリアが来た、スピードロイドベグマックス最強、最強初動来た、やばすぎ。いや、こいつ本当に返して大丈夫？マジで。こいつマジでやばいぞ。いろんなことできすぎじゃない？レベル3なのも優秀だしさ。おー、インボーカーだ。おー、ロイヤルいいな。インボーカーとかマジでやばいよな。こいつとかもうなんか悪さしかしないけど。ま、今6コミが開いからまだ許されてるけどさ。耐えてるけど。ヒロイックチャレンジャー。モーニングスター？ヒロイックコール。なるほど。さすがに展開力やばそうだな。これ、イゾルデだな、多分な。おそらく。リプロドクスだった。全然違え。なんだこれ。わからねえ。ああ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 、やばいことしようとしてないですか、それ。劇的にやばいことしようとしません？リンク先のすべての表側表示モンスターの指導か？ああ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 あ、世界の終わりの、お知らせ、これはですね、ちょっとやばいですね、はい、終わった、グラビティドラゴン、やばそう、ちょっと待って、これどういうデッキ、いや、グラビティドラゴン並べすぎだろ、カードを1枚使うために私1500円ぐらい払わないといけないらしいです、これ、普通に終わってます。うわ、 BF めっちゃ送ってんじゃん、これ絶対朝とくるよ、これ、トロイメアユニコーン、やばい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 、あかん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 、あーやばいやばい、
ょっとさすがにこれかあれかこれ俺ずっとボタンオフにしたけどこれフルトリス出さんとかんかこれ。ああやばいやばいやばい、ちょっとフルトリス出さないといけなかった、これも完全にミスターやべえ、ちょっとやべえ、あまりにも遅いけどフルトリス出さない、いったもう5800しかないのよ、やばっ、もう5800しかありません私のライフポイント、ああやばいです、助けてください、助けて、ああやばい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 、これ1枚発動するのいくらだこれ、1500、ベイクマックスからこの展開普通にできるなんていうのもしかしたら分かんないけど、痛い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 痛すぎて草なんだけど、クレシア持ってきて、でヌトス砲、痛い、ちょっとお前黙れ、ちょ一人殺すわ、一人殺した、いったは無理じゃねえか、もう無理じゃねえか、ふざけんなマジで、クソがよ岸田政権がよ、税金高すぎんだよバカだるが、くっそ国民を舐めやがって、許さんからな。